デュイ・ユラバールは、フランス、イルド・フランス地域圏、バルドワーズ圏のコミューン。パリのノール・デポルトから約9マイル、モンモランシーの森から外れた丘の上にある。セーヌ・サンドニ県と、バルドワーズ県との交差路に位置し、ほとんどが、郊外都市の様相で、本質的に、果樹園や森のある丘陵を備えた魅力的な村の、名残を留める。 北を健康速度を311号線が通り、南には928号線が通る。鉄道駅はトランジリアンのドゥイユ・モンモランシー駅、ラバール・オルメッソン駅がある。考古学的発見から、ガロローマ時代より人が定住していたことが証明されている。地名はケルト語で低い土地を意味するダイジェロから生じたと見られている。これは温泉、池の存在を意味している。 ラテン語名の大イ,インが示されたのは5世紀、ドゥイユで殉教したとされるセイウジェーヌの伝記においてであった。村と教会の発祥は謎に包まれているが、少なくともサンドニシュドウインの聖職者たちは9世紀に、その存在に触れている。メロビング長期のドゥイユ領主エルコルドは、眠りについている間に、トレド司教にして、セーディオニシュースの友であるセイウジェーヌが、 ローマ人に殺害され、遺体が湖に投げ込まれたという神秘的な警告を受けた。予言通りに、成人の亡骸は発見された。そこには遺体を運び出すための重い石棺とそれを引く牛があった。石棺を運ぶ牛が止まったところに教会が建てられた。その名は、聖なる場所を意味するディバレイラムとなり、それがトゥイユとなった。トゥイユの荘園は、 サンドニ修道院の所有だった。バールとウルメッソンの二つの集落は修道院に依存していた。やがてドゥイユの領主はモンモランシー家となった。数世紀にわたり、ドゥイユラバールは大半がブドウ畑で占められた小さな農村だった。フランス革命に伴い、ドゥイユ教区は自治体となった。1952年、ドゥイユの一地区であったバールの名が、 コミューン名に付け加えられた。デ u ユラバールは、モンモランシー通常裁判所、同様に、ポントワーズの大臣裁判所、商業裁判所管内に属する。サイトジュコンセイユ・ゲネロル、アドミニストレーションジュ・バルディ、オイセ・アーカイブド2008年11月26日、アット・ザ・ウェーバック・マシン、ミナステア・デラ・ジャスティス、コンセイユ・ディパートメントル・デール・オクセイユ・ードロ・アジュ、バルディ・オイセ、 ありがとうございます。